取手市には戸頭住宅団地、井野住宅団地という2つの大きな住宅公団の団地があります。高層マンションもたくさんあります。取手駅周辺や藤代駅周辺にはたくさんの高層マンションがあります。中央タウンという高層マンションもあります。今取手駅東口に大きなマンションが建設中です。一戸建て住宅もあちこちで建設中です。ここは藤代くぬぎ地区です。1年間でたくさんの家ができました。ここは藤代止水地区です。そして藤代駅南口や桜ヶ丘でも住宅建設が行われています。夢見野地区です。今土地の造成が盛んです。